お疲れ様です。バーファビー YouTube 視点バーテンダーのナオスです。今月はバーボンの知識強化月間、今日はこちらの単語プルーフという単語を覚えていきたいと思います。スコッツウイスキーのラベルを見ると 40% や 43% などパーセントで表示されたアルコールの度数がうかがえます。これは摂氏15度を基準として100ミリ中に何ミリのエチルアルコールが含まれているかということ。 40% であれば40ミリ、43% であれば43ミリという形になります。しかしバーボンウイスキーにはパーセントで度数を記されていることはほとんどありません。それではバーボンウイスキーの度数は何で表されているのか、それはこのプルーフという単語です。プルーフにはアメリカンプルーフ、そしてブリティッシュプルーフとありますが、バーボンの知識強化ということなので今日はアメリカンプルーフを見ていきます。アメリカンプルーフは摂氏 15.6 が0プルーフ、そして 100% の純エチルアルコールが200プルーフとなります。これだとちょっと分かりにくいので簡単に話してしまうと、プルーフの半分が度数ということになります。つまり80プルーフと書かれていれば 40%、 86プルーフと書かれていれば 43%、 101プルーフと書かれていれば 50.5% という形になります。以上がバーボンの度数を知るプルーフという単語になります。簡単でしたがお分かりになりましたでしょうか。それじゃあ今日はここまで。また見てね。